30代、個人事業主、白色、9月の1日にデロイトにて申請いたしました。9月の14日、状況の確認で電話をしたところ、1人目は、不備はありませんと言われ、勝手に電話を切られました。2人目と話したところ、不備はあります、マイページから修正してくださいと言われましたが、その時にマイページに表示はなく、 それを伝えたところえ、不備メールが届くまで待ってくださいと言われ終わりました。次の日になっても不備メールが届かなかったので、9月の15日連絡をしたところ、ホームページを確認するもあなたに不備はありません。審査は順調です。もう少しですと言われました。ところが9月の17日に不備メールが届きました。あまりにも毎回オペレーターの方が言っている 回答が違うので SV の方と18日に話をしたところすべ、えー、てのオペレーターの回答が統一されないこと教育や研修が全くきちんとなされていないことを認め謝罪をいただきました今後は自分が担当になり対応します、えー、電話をして自分の名前を言ってくれれば必ずつながるようにしておきますと言っていただきましたその後 10月の1日に税務署へ e t a x の受信通知を閲覧に行ったところこれまで長年事業所得で申,請して申告していた確定申告が雑所得で今年だけ申請していたことが判明しましたそのためその場で更正の請求を行い送信しました10月の2日にコールセンターに電話をし担当になってくださった方を指名するも拒否され続け 10月の4日別の SV の方から折り返しの連絡がありました2019年の確定申告第1票収支内訳書構成の請求これまでの経緯の分かるメモ計4点を追加添付していただければもう大丈夫です完璧ですと言われたので送信いたしましたところが次の日の10月5日不備メールが届き構成の請求ではなく構成を請求してから 2ヶ月程度発行まで時間がかかる更生通知を追加しろという指示が届きましたその旨でコールセンターに電話をしたところあなたは雑所得で申請しているから今後どれだけ追加の書類を提出したりしてもいつまでたっても支給されることはない再申請をしてくださいと言われましたその後 SV の方から折り返しの連絡がありましたがやはり担当の方ではなく 全くこれまでの状況や経緯を確認なさらない状況で電話をされてきてあまりに言葉遣いもつたなく悪くもともとの担当になってくださった方か前日に話した SV の方と話したいと伝えたところあなたのために言ってるんだお金欲しいんでしょうと言われましたあまりの言葉にその人との対応を断り、えー、改めて担当になってくださった方の折り返し連絡を了承していただきました その後10月の15日になっても折り返しの連絡はなくコールセンターへ連絡し担当の方と話したいと連絡を指名をしたところ担当がいたとしてもつながないという決まりになりましたと断られました結局10月の18日現在未入金であり不備連絡もありません審査中のままで折り返しの連絡もありません以上のことを踏まえてコールセンターについて 毎回皆さんオペレーターの方が全国にコールセンターがあるとおっしゃるんですけれどもたとえ全国にコールセンターの拠点があろうとかけられる電話番号が一つなら回答が統一されないことは大きな問題であり言い訳にはなりませんコールセンター同士で連携すら取れておらず皆さん状況の確認もままならない状態です昨今不正受給ばかりが取りざさされていますけれども このように未入金で放置されている人たちが大勢いるということをもっとその現状を理解いただいて打開し早く手続きをしていただきたいと思っております持続化給付金なのに9月の1日に申請したにもかかわらず未だに支給されず毎回回答も違いきちんとした対応もしていただけない 何のための持続化給付金なんでしょうか持続ができません。